口コミのお店はこの湯の津温泉街に最近オープンしたばかりのお店ということで、どんなお店か気になるんですが、こちらのお店です。なんか温泉街にぴったりの趣のある外観ですよね。こんにちは。あ、素敵なお店ですね。内観もすごく落ち着いた雰囲気で歴史を感じるんですけど、はい、最近オープンされたということなんですよね。あ、そうですね、はい、去年の8月にオープンしました。増改築を前の方とかが繰り返してやってるんですが、歴史的には、明治とかあの辺だったと聞いております。昔からある建物を活用してということなんですね。訪れたのは去年オープンしたばかりの四季。東京生まれ東京育ちの店主門田さんがこの場所に移住をして始めたお店なんです。なんでも移住のきっかけとなったものがあるそうで、一番はちょっととあるものを見て心を揺さぶられたっていうのが一番かもしれないですね。とあるもの、はい、そんなとあるものを見せてもらうため港へ。今日がちょっと曇天で見えないんですけど、はい、ここから見る夕日です。はい、夕日。そうなんです。すごく綺麗に見えるんですよ。見たかった、うん、ですよね。こうですかね、こんな感じ。あ、いい写真ですね、はい、海にこう吸い込まれていくような夕日見たのが初めてですごい感動しちゃって、ぼーっと見てる時に、あ、住もうって思った、そんな感じですね、それではお店の人気メニューをいただきましょう。さあ、ということで名物のケーキをご用意していただきましたが、はい、こちらはバスク風チーズケーキの背景チーズ殿と言います。チーズ殿、はい、美味しそうですねありがとうございます。何やら変わったメニューの名前ですが、その由来は、すごくこう試行錯誤して作ったんですよ。もう何回も何回も作り直しをして、ようやく作り上がった時に、なんかもうまずこう、あー、いけるチーズだなみたいなそんな感じです。完成までおよそ3ヶ月、毎日試行錯誤を繰り返し作り上げたというチーズケーキ。その過程である悲劇もあったそうで、ワンホールごと焼き上げるので、焼いて一口食べて、あ、こうしよう、あ、しようって置いといたんです。たらパートナーが食べてたら5キロぐらい太ってましたねその 2,3 ヶ月で人って 2,3 ヶ月で5キロ太れるんですね。すごいなと思って。チーズケーキだけで、そう、かわいそうと思ったんですあ、すごい、え、おーすごい美味しそう、とろっとしてますねすごい、飲める、なくなりました秒でしたね、はい、噛んでない。ありがとうございます。びっくり。スペインのすごく有名なチーズケーキ屋さんがあるんですけど、何気なく YouTube で見てたら、スプーン1本でわっと作っていらっしゃるのを見て、あ、もうなんか常識とか取っ払ってみようかなと思って、ちょっと概念を外して作ったらこれができた、そんな感じです。何をどう変えたんですか。ちょっと秘密でお願いしたいそれ言っちゃったらもう皆さん多分作れちゃう、あ、でも作ってもいいのかな、ダメですやっぱり企業秘密、はい、お願いします、さらにフルーツソムリエの資格を持っている門田さんのおすすめがこのキウイソーダ。うん、まんまキウイですね本当にキウイの果実を食べてるようなこう食感と味の濃さと、はい、食べ応えに近い飲み応えがあるソーダだなというふうに思いました。すごい量使ってるんですよ、キウイを。キウイを使ってるんですか。そう、だいたいですけど、今多分召し上がってる一杯で1個は確実に入ってます。こんなに1個入ってるんですか。ぐらいのレベルで入れてます。いかにその果物を食べてるかのように飲んでもらえるかっていうのが自分のテーマなんですよ。だから毎回こう作る時にお砂糖の量と、まあ、熱の入れ方、少しずつ果物ごとに変えて、うん、素材の味を生かすようにしてます、はい、もう
なんかフルーツソムリエさんが作るフルーツソーダですね。それはそんな門田さんが思う湯の津の魅力とは。湯の津って珍しいって言われてるのが一つあって、あの飲食店同士が信じられないほど仲いいんですよ。競合他社じゃなくて、本当にうちでデザート食べて今からご飯を食べるっていう方だったら、もうあそこいいですよとか言って、それも逆もしかりでライバルとかじゃないんですよ。なんか仲間みたいな、みんなで盛り上げていきたいなっていう、はい、そうですね、はい、